次に井上和則君。はい、井上君。はい、希望の党の井上和則です。私も前回に続いて新型コロナウイルス対策について質問したいと思います。本当に日々ですね、この新型コロナウイルスの感染、これの影響が本当に広がってまして、地元でもですね、本当に心配する人が本当に増えてます。で特にですね、年末を控えて、もう皆さんも本当そうでしょうけど、回っておられてですね、中小の事業者の方とか飲食店の方、本当これから年度末を控えて、もう資金繰りが本当できるんだろうかということで、本当心配されてます。それで私、昨日中小企業庁、これから金融庁に、この資金繰りについて話を聞きました。いろんな取り組みをされているのは、これは事実だと思います。まず中小企業庁、金融庁、それぞれどういう取り組みをされているか、ご説明いただきたいと思います。中小企業庁、那須野事業環境部長。お答え申し上げます。新型コロナウイルスの影響ということでは、ご指摘のように、特に資金繰りに関する相談が寄せられております。先日の緊急対策取りまとめておりまして、こうした事業者からの相談状況を踏まえて、当面の緊急的措置として、セーフティーネット貸し付け、それからセーフティーネット保証の需要を最大限見積もった結果として、約5000億円のですね、枠を確保しております。まずは私どもとしては、この執行の加速化に全力を挙げていくということが重要と考えております。このため、3月の2日には、早速、すべての都道府県を対象として、セーフティーネット保証4号を発動をして、3月3日には、セーフティーネット5号の対象とする業種も公表しております。金融庁、石田総合政策局参事官。金融庁におきましては、新型コロナウイルス感染症に関しまして、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることがないよう、全国の金融機関に対しまして、事業者を訪問するなどの丁寧な経営相談を行うこと、経営の継続に必要な資金の供給、および既存融資の条件変更など、適切な対応に努めるよう、2月7日付で要請を行っているところでございます。金融機関におきましては、こうした要請を踏まえまして、例えば、緊急相談窓口の設置ですとか、あるいは緊急融資制度の取り扱いを開始するなど、積極的な事業者支援に取り組んでいるものと承知しております。金融庁といたしましては、当該要請に加えまして、新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤルを設置し、資金繰り等に関する金融機関との取引にかかる相談の受付を実施しているところでございます。今後も引き続き全国の金融機関において適切な事業者支援がなされるよう、金融庁としてしっかりフォローしていきたいというふうに考えております。以上でございます。井上君。今は平時ではなくてですね、緊急時ですので、やっぱり緊急時に応じた最大限融通を利かしたですね、金融、これをやっていただきたいと思っています。それでこういったいろいろ、政府としても取り組んでいるわけですけれども、まさにこれからですね、相談がかなりこれからも増えてくると思いますし、相談体制をしっかり確保してほしい、それからこういった取り組みをしていることをですね、ぜひ全国の事業者の方々に周知徹底して、少しでも不安感を解消するようにしてほしいんです。政府としてこの政府広報、これをテレビとかですね、マスコミ、テレビ、それから新聞通じて、こういった金融、特別な金融措置を取ってるんだということを広報していただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。内閣府、田中大臣官房政府広報室長。お答えいたします。新型コロナウイルス感染症に関しましては、政府においてこれまでも首相官邸等のホームページ、災害ツイッターなどの SNS を用いまして、迅速な情報発信を行うとともに、政府広報でもインターネット広告などで周知を図ってきたところでございます。
今後、今月10日を目途に、第2弾となる緊急対策が取りまとめられるものと、承知しているところでございまして、今後ともそうした状況に応じまして、さまざまな手段を用いて、情報の発信と周知に、取り組んでまいりたいと考えております。井上君。政府を挙げてですね、周知を徹底していただきたいと思います。で、NHK もですね、同じようにこういった政府の取り組み、特に事業者の方々の不安を解消するということは、NHK としても非常に大事な役割じゃないかと思うんですけれども、NHK としても取り組んでいただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。日本放送協会、木田専務理事。お答えします。新型コロナウイルスにつきましては、テレビ、ラジオ、インターネットとあらゆる伝送路を使って、今、情報発信を強化しております。政府や自治体などが行うさまざまな対策や取り組みについては、例えば、新型コロナウイルスの 特設サイトというのがあるんですが、そこへ行っていただくと、中小企業の経営相談窓口の一覧を掲載するなど、今、しております。引き続き放送やインターネットでの視聴者、国民の皆様にとって必要な情報を事実に基づいてきちんと丁寧に伝えてまいりたいと考えております。井上君。しっかり取り組んでいただくことをよろしくお願いします。それでは次はちょっと資料を用意しているんですけれども、一つ目が災害対策基本法の資料です。もう一つが新型インフルエンザ等特別対策措置法の資料です。で、私はですね、もういずれにしても政府としては、私はどっちでもいいんです、どっちでもいいんで、そういう法律に基づいた迅速な措置を取っていただきたいというのが、もともと私の考え方なんですけれども、で、新型インフルエンザ対策特別法が使えないんであれば、私は災害対策基本法、これに基づいて対応を取るべきだという主張をしております。で、まずこの新型インフルエンザ等対策特別法、これ、いろんな方々から言われてますけれども、なぜこの法律が使えないのか、簡潔にご説明いただきたいと思います。厚生労働省、吉永大臣官房審議官。お答え申し上げます。新型インフルエンザ対策におきまして、しましては委員からも資料をお配りいただいてございますけれども、新型インフルエンザ等対策特別措置法におきまして、第2条第1号におきまして、新型インフルエンザが新感染症であって、全国的かつ急速な蔓延の恐れがあるものに限るというものが対象となるものでございます。で、このうち新型コロナウイルスは新型インフルエンザではございませんので、適用するとすると新感染症に該当するかどうかという形になりますけれども、この点につきましては、感染症法第6条第9項におきまして、人から人に伝染すると認められる疾病であること、またすでに知られている感染症の疾病とその病状、または治療の結果に明らかに異なるものと、このいずれにも該当するものと規定されているところでございます。新型コロナウイルスにつきましては、未知の感染症ではございませんで、今回の新型コロナウイルス感染症となる病原体が特定されていることから、ご指摘のように、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対応は困難であるというふうに考えてございます。政府といたしましては、あらゆる可能性を想定いたしまして、国民生活への影響を最小化するために、新型インフルエンザ等対策特別措置法と同等の措置を講ずることが可能となるよう、立法措置を早急に進めているところでございます。井上君。私は本当に杓子定規ではなくてですね、こういうときこそやっぱり柔軟な解釈があってもいいんではないかというふうに思っております。それで、いずれにしてもこれ議論してても時間ありませんので、で、そういう状況であれば、私は災害対策基本法、これを使ったらいいんではないかと思ってるんです。で、この災害対策基本法、資料を用意しておりますけれども、災害の定義で、基本的にはこれは自然災害なんです。自然災害なんですけれども、政令で定める原因により生ずる被害を言うということで、これ、政令でこれ定めればですね、この災害対策基本が使えるわけです。で、政令で定めるということは、法律よりも早く、これは迅速に適用できますので、私はこの災害対策基本を使ったらいいんじゃないかというふうに思っているわけです。で、ちなみに、今日防衛省、自衛隊にも来てもらってますけれども、防衛省、自衛隊ではこれ、災害派遣として対応しているわけですね。だからこそ、これはもう災害の定義の部分、この政令で定める原因、これに付け加えればいいんじゃないかと思ってますけど、この点についてはいかがでしょうか。
内閣府村手大臣官房審議官。お答え申し上げます。災害対策基本法におきましては、対象となる災害についてご資料にございますけれども、異常な自然現象により生ずる被害に加えまして、大規模な火事または爆発による被害を具体的に規定してございます。その上で、さらにこれらの具体的に規定された原因事象による生ずる被害に類する程度の被害をもたらす原因事象を政令で定めることとし、その原因事象により生ずる被害を対象災害に加えるという仕組みになってございます。政令で規定する範囲については法律的に制約があるものと考えてございます。また感染症の分野につきましては、感染症予防法や新型インフルエンザ等対策特別措置法などによって別途法体系が整備されてございます。こうしたことから、政令改正によって新型コロナウイルスを災対法の対象災害の原因事象に加えることには困難があるのではないかと考えてございます。以上でございます。井上君。こうやって、新型インフルエンザ等対策特別法も使えない、災害対策基本法も使えない、で、総理から言わせると、新規新たな法律を作るしかない、こういうふうになってしまうわけです。で、法律を作るとなると、当然時間はかかる、時間がかかる間に社会不安は広がる、もうこういうような流れをぜひ早く止めないといけないと思うんですよね。で、総理は昨日各党の党首に要請をされて、法的措置を取るということですけれども、この法律についてですね、どんな内容になるのか、それからスケジュール感、これについて教えていただきたいと思います。内閣官房、安井内閣審議官。お答え申し上げます。危機にあっては常に最悪の事態を想定しまして、あらかじめ備えることが重要でございます。今後一定の地域において急激な感染の拡大などが見られた場合に講ずべき措置の具体化はまさに待ったなしの状況であると認識しております。政府としましては、あらゆる可能性を想定し、国民生活の影響を最小化するため、緊急事態宣言の実施も含め、新型インフルエンザ等対策特別措置法と同等の措置を講ずることが可能となるよう、立法措置を早急に進めることとしております。なお、資料にございますように、現在の新型インフルエンザ等対策特別措置法におきましては、緊急事態宣言を行われた場合においては、例えば施設の利用制限の要請等措置を講ずることが可能となると承知しております。井上君。はい、私は法律を作るんであればですね、ぜひ実効性のある法律を作っていただきたいと思ってまして、一つ要望なんですけれども、資料にこの災害対策基本法、これ、次のページ、ちょっと見ていただきたいんですけれども、災害緊急事態への対処というのがあります。こういった特別な大規模な災害の場合には、緊急措置が取れるということで、災害緊急事態の布告をしてですね、対応すると。で、その場合に、この緊急政令の制定というところを見ていただきたいんですけれども、この災害緊急事態に際して、国会が閉会等により召集等を待つ時間がない場合には、以下の規制を政令により行うことができるということで、緊急政令でできる、国会が開かれてない場合は、内閣はもう政令でやっていいんだという措置の中に4つあります。生活必需物資の配給、譲渡、引き渡しの制限、禁止、これが政令でできる、国民生活の安定のため、必要な物資または役務等の給付の対価の最高額の決定、これもできる、それから金銭債務の支払い延期および権利の保存期間の延長、これもできる、で、海外からの支援の受け入れについて必要な措置、こういうのが閉会中であれば政令でできると。いうことになっているわけです。けど国会開会中は、これは法律で措置しなさいということなんです。例えばこの金銭債務の支払い延期、これは今まで2回行われました。大正12年の関東大震災のとき、このときには支払い猶予措置として30日間、
それから昭和2年の金融恐慌、これは、まあ、高橋是清が収束させたということで、まあ、教科書にも出てきますけれども、この昭和2年の金融恐慌の時は21日間、これの支払い猶予をして、この金融危機を収めたと、まあ、こういうような内容のものなんです。私は今こそですね、これ、最悪の事態に備えるということであれば、法律を作るのであればですね、こういう規定も、まあ、今すぐということはないんですけれども、必要に応じて内閣がこういう措置も発動できるようにですね、法律で規定しておくべきだと私は考えておりますけれども、その点について政府はどのようなお考えでしょうか。内閣官房、安井内閣審議官。先ほど申し上げましたけれども、いずれにいたしましても、特措法、インフルエンザ特措法と同等の措置を講ずることが可能となるよう、立法措置を早急に進めたいというふうに考えております。井上君。まあ、ぜひですね、こういった最悪の事態に備えた法律、これをぜひ整備してほしいと思います。最後、防衛省来てもらってますけれども、防衛省、これは災害派遣で対応しているということです。で1月31日に自衛隊の行動命令が発出されて、災害派遣活動が開始され、まあ、特にこのダイヤモンドプリンセス号への対応ということで、医官20名、それから看護官28名、部隊からも約60名、こういった体制で災害派遣活動を行ったというふうに承知しております。でこういった自衛隊の皆さんがこう対応されてですね、やはりこの自衛隊が感染して、これからまあ最後の砦ですから、さらに活動してもらわないといけない場面が想定されるわけですけれども、まあ、自衛隊が中に感染者が出ることは絶対避けないといけないと思いますが、その点について、防衛省自衛隊としてはどういう配慮で、どういう取り組みをされているか、お答えいただきたいと思います。これで最後にしたいと思います。防衛省椎葉大臣官房衛生官。お答えさせていただきます。今回の災害派遣におきましては、内閣官房新型インフルエンザ対策室等から示されております対応策を踏まえつつ、その基準よりもさらに安全幅を取りました感染防護基準を定めまして、隊員の感染防護に万全を期しているところでございます。現時点では災害派遣に従事した隊員から感染者は出ていないところでございます。一方、国内の複数地域におきまして、散発的に感染が報告されていることから、今後、自衛隊員への感染が生ずる可能性も念頭に置く必要があると考えているところでございます。防衛省自衛隊といたしましては、個々の患者発生がクラスターとならないよう、手洗い、咳エチケット等の一般感染対策を徹底するほか、テレワークや時差出勤の推進、また発熱等の風邪症状が見られる場合等の特別休暇の利用など、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。はい、井上君。はい、以上で質問を終わります。ありがとうございました。次に、内閣提出、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。これより趣旨の説明を聴取。